春木川は大阪府岸和田市内を流れる河川で、同府が管理する2級河川である。同一能生町の東谷峡より上流をとどろ川と呼ぶ。岸和田市全図の北部分抜粋。同川川口部分である。埋め立てで生まれた臨海町、新港町はまだない。市立岸和田市民病院。手前が同川。春木川に注ぎ込む久米田池。大阪府岸和田市北坂町の上尾山に源を発し、市内山間部を北へ流下し、市内を部町で北西へ向きを変え、大阪湾に注ぐ。全流域が同市内に終始し、流域面積は 14.4 平方キロメートル、流路延長は約 10.0 キロメートルであり、そのうち2級河川指定区間は 5.7 キロメートルである。水源の上尾山は、泉葛城の連山の先山にあたる。同川が形成する、浸食国は、汚染国と呼ばれる。以下、流域は、全域が岸和田市内であるためその町邸、大字を上流から列挙する。第二次世界大戦後、1950年9月3日に上陸した JN 台風の際、主に高潮により、流出家屋6戸、床上浸水611戸、床下浸水1300戸の被害が発生した。その後、1967年7月の集中豪雨の際にも川口部で床上浸水55戸、床下浸水105戸の被害が発生した。これを受けて、川口部付近の改修を1971年度から行い、1991年に完成した。計画進行中、1982年8月の台風10号の際に床上浸水15戸、床下浸水225戸の被害が出ただけでなく、1989年の台風22号の際にも、床上浸水34戸、床下浸水108戸の被害が発生した。春木川、轟川を良くする市民の会が1996年11月9日に設立され、源流から川口までの一斉清掃等に取り組んでいる。弥生時代から同川流域に人が住み始め、河川の水を利用しての水田耕作が行われ、久米田古墳群などの遺跡が多く残っている。歴史が進み、流域の水田開発が進むと、久米田池やかげろう池のようなため池が多く造成された。久米田池は、府内最大規模のため池で、8世紀に聖武天皇が行基に命じて建造させ、これを守るために久米田寺が開かれた。久米田地の水は同川に流れ込んでいる。永禄5年3月5日に、三好十九に畠山耕成が攻め込んだ。久米田の戦いにおいて、同川は重要な舞台装置の役割を果たした。流域の岸和田市三ヶ山町、小布町、西之内町、鴨里町はそれぞれ泉国南郡の三ヶ山新田、小瀬村、西之内村、鴨里村であったが、1889年4月1日付で、同郡南鴨里村になり、同じく岳原町は額原村であったが、同日付で八木村になり、同じく、春木泉町は、春木村であったが、北鴨里村になり、同じく、下野町は、野村であったが、沼野村になった。いわゆる岸和田町、岸和田浜町、岸和田村といった岸和田地域は、同川の流域に含まれていない。近代になると、川口付近に工場が作られ、泉南郡、沼野村大字屋に、泉レンガの工場、あるいは岸和田紡績、野村工場の社宅、同郡北鴨里村大字春木に、泉紡績の工場等が川沿いに大規模に建設された。1942年4月1日の自治体合併により、全流域が岸和田市域内に入った。第二次世界大戦後は、川口付近を中心に市街地化が進行し、川沿いには、春木体育館、岸和田徳洲会病院、岸和田市中央公園、岸和田市総合体育館、市立岸和田市民病院等が建設された。古くから存在した岸和田漁港は、埋め立てにより、新しくできた臨海町に移転し、春木港も新港町に移った。同川と交差、並行する、主な道路、鉄道を上流から列挙する。ありがとうございます。